そうですね、これにはいくつかの側面あると思うんです。例えば単純にウォームアップとして考える、例えばこれさえやればなんていうか実践に入れるというようなものとして捉えるという考え方が一つですね。でもう一つはそうですね、これをやる、戦ってるイメージでやる、相手と対峙してるイメージでやるっていうことで、さらに実際の動きにフィードバックすることができると思うんですね。この2つの側面があるのかなというふうに私は考えています。